ピアノの長草博一さんにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。演奏前にさされて今のお気持ちはいかがですか？はい、今の時点ではそこまで緊張はしていないんですけれども、多分この後だんだん順番が迫ってくるといつものように緊張してくるかなとも思います。ただ、緊張は必要かなという部分もあったりはするので、自分をコントロールうまくできるようにというのが本当最近の課題なので、ちょっとそのあたりに向けてこの後だんだん自分のペースに持っていきたいなと思ってます。なんかアスリートのあれですね、コメントのようでいいですね。でもすごくなんか気持ちはよくわかります。今回はですね、バッハ、ベートーベン、そしてメンデルスゾーンというですね、非常にある種正統派というかドイツの作曲家を中心にお選びいただいたんですけれども、そのあたりのこう選曲の意図に関して伺ってもよろしいでしょうか？もともと割とそのドイツものが好きで、ベートーベン、バッハ中心にずっと何かしら毎年やってきているんですけれど、コンクールに出させていただいた曲はちょうど、このかれこれ1年半2年近くちょっとかなり苦労して取り組んできたメンデルスゾーン の、幻想曲を一つ出させていただいたんですけれども、今回こちら のこの素晴らしいホールで演奏させていただけるということで、15分ということだったので、もう一度全部通してもよかったんですけれど、せっかくなので今他にもいくつか、前やった曲とか新しくやってる曲の中で、ちょっとこう少し自分なりにまとまりを持っていろんな曲を出せたらいいのかなというふうにも思ってですね、ちょうど、ちょっと別のコンクールでちょっと課題曲になってるもんですから、ちょうどバッハのシンフォニアは今ちょうど子供の時ちょうど子供の時以来もう何十年ぶりぐらいにもやってるんですけど、それをちょっと弾かせていただこうと思いまして、最初にそれを据えて、あとはベートーベンのソナタの一番も昔にやって、でついこの間もちょっと仲間との コンサートで弾いたばかりなんですけれど、一楽章だけちょっと久しぶりにもう一度やらせていただこうかなと思いまして、で最後に、メンデルスゾーンは完全ではないんですけど、ちょっと最初の楽章だけということで、バロック、古典、ロマン派っていう、3つの時代で一応こう違ったものを少しずつ出せたらなと思いまして、このようにさせていただきました。非常に、こうバランスの取れたいい選曲を、なさったなという印象を私も受けました。最後にお伺いしたいのがですね、長草さん本当に審査の中でも素晴らしいこう真摯な音楽への愛情を感じる演奏をなさってくださったんですけれども、あんな素晴らしい演奏をなさる方がこうアマチュアでいらっしゃるということ、そしてちゃんとそのご自分の生活なり社会との関わりと音楽家としてのキャリアを両立なさっているというところに非常に深いこう尊敬の念を私は持ったんですけれども、そのあたりのそのご自身のこう人生の中での音楽とかお仕事とその趣味との関わりというようなことに関しての、お考えというか秘密といいますかね、そんなところは伺わせていただいてもよろしいですか？そうですね、子どもの頃からピアノは習っていて、そっちの専門の方に行くっていうことは考えは結局なくて、普通の今こうして社会人をやりながら、趣味ということでピアノも続けてきたんですけれども、そうですね、ありがたいことに、自分の生活をやっていくための、仕事をさせていただけるっていう立場がある程度ちゃんとありつつ、そうは言っても仕事もいろいろ楽じゃない場面もあったりするので仕事を離れたらですね、いわゆるプライベートの時間では仕事は申し訳ないですけど一旦完全に忘れさせてもらってですね、余暇の時間では極力自分が好きでずっと続けてきているピアノ音楽をですね、自分なりのペースで追求してできたらいいのかなというふうに続きしたいなと思って、ちょっと子どもの頃から若干ブランクがあって
って社会人になってピアノを始めまたやってるんですけど、社会人になってからちょっとそういう気持ちでずっと続けていて、まあ、だんだん仕事の方もそうは言ってもいろいろとこう負荷がかかってかけさせられている中で、責任を持たせられるようなあたりですよね。そういう年になりつつ、認めたくないですけど、まあ、そういう年代に入りつつあるというのも最近ちょっとうっすらと感じる場面も非常に多くなってきているので、なかなかこう20代後半30代の入ったぐらいのような感じでこうしゃかりきでいろんな曲に取り組んでっていうのは正直ちょっと簡単ではないなと思うこの数年なんですけれども、まあ、ただ音楽を専門にされてる人を前に言うとあれなんですけど、なんというか音楽でこう生活していかなければいけないっていう立場では逆にないので、まあ、自分のペースでちょっとやっぱりあまり今ちょっとピアノにそんなに集中できないかなって時は少しペースを落とさなきゃいけないことも今後あるんだと思うんですけど、まあ、それはそれとして自分の中でいつもまあできる範囲で、まあ、ゼロにだけはしないように、音楽との関わりゼロにだけはそれもねしないように、まあ細々とでも、まあ細く長くてもじゃないですけど、続けていけたらなというふうに思いながらやっています。なんかそのプロの音楽家の方でもそうなんですけど、やはりこう上手になさる方ほどこうきれいにこう切り替えのところをねなさるっていうのはやはり同じようにとても大事なことなのかなっていうのも感じました。じゃあぜひ今日の演奏もそうですけれども、この後の音楽活動も大変期待して拝見したいと思います。はい、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。